I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage. ベストレーということで着きました。沖縄ですね。はい、ということで今からユイレールに乗って、ホテルの方に向かっていくんですけれども、まあねいきなりねチケットが取れなくなりそうだったりとか、まあ、なんだろう、飛行機が遅れたりとかでちょっと散々なスタートだ。しかも、ね、天気見てもらったので分かる通りちょっと曇天なんだよね。まあこれからバスケも白熱して、燃えてくれることを信じてね、まあ、天気も晴れていくでしょうということで、早速ですがユイレールに乗って移動していきます。メンソール沖縄、日本最先端の駅ユイレール、那覇空港駅。ワールドカップ車両を期待してたんですけど、ね、普通の車両ですね。はい、はい、本日からの宿です。無事到着しました。チェックインできるのかな、まだ2時くらいだけど、ちょっと早いか。まあとりあえず中入っていきましょう。これシーサーじゃねえよなじゃあ行こう後ろでおばちゃんとばったりエレベーターで会ってしまった。よし、ということで、あ、え、そこ机。はい、ということで今回の、2日間の宿です。2日間ってまあ2泊3日かな。うん。いや、シンプル。お風呂とかどうなってんの。よいしょ。あ、一応あるんだね。トイレ風呂別だったらそれで十分だわ。はい、こんな感じの部屋で。過ごしたいと思います。すげえすげえ、バリスタがある。へえ、しかもねこれねちゃんと豆セットされてるから普通に飲めるわ。わあ、朝モーニング、夜もモーニングできるね。え、あと5時間で日本戦。残念ながらね今回日本戦見れないんだよね。スロベニアのルカドンチッチを見に沖縄に来てるからね。あとねもう一個気になったのがあっちゃっち、大人ブルーならぬ不思議ブルー。はーい、じゃあ国際通り今から歩いて帰ってまーす。噛んだ。さすがだね、今シーズンも優勝するかな。1食目、ソーキそば。3時半にようやくありつけた。どの店も閉まってるんでね。で、あとはお好みでコーレグース。超辛いんでね、かけすぎには注意と。ということで早速いただきます。無事完食、ごちそうさまでした。よろしくお願いいたします。はい、本日最後なんといたします。ね、あちこちが切ってると思いますが、後ほどリクエストもお願いしますので、ぜひ食べながら飲みながら楽しんでいってください。はい、じゃあ続いてのとこは皆さんにも一緒に歌ってもらいたいと思います。沖縄のおはやし、